そのチーム、ついてきてくれ。置いてかないで。行くぞ。イエスター。何かの間違いだよな。そうに決まってる。巨大生物は全滅したはずだ。7年前に助けてくれ。巨大生物だ。できる。市民が襲われている。撃て、市民を助けろ。状況を報告しろ。巨大生物と交戦、数匹を撃破しました。なんだと、そんなバカな。行くぞ。イエスター。やがって。最後の巨大生物が倒された7年も前だ。聖魔号は巨大生物が全滅したんじゃないのか。アリゾナで倒されたのが最後の一匹のはずだ。生き残りがいた。何人も潜んで嫌がるとはな。こんな日のために我々がいる。
俺に超大生物だ。襲われてるぞ。撃て、市民を守れ。イエスサことも分かった。やつらは7年間で進化し強くなった。より硬い骨格に包まれ、簡単には倒すことができない。だが問題はない。 EDF の装備もまた7年で強力になっている。進化した巨大生物といえど必ず倒せる。健闘を祈る。巨大生物は7年前よりも強靭で凶暴です。我々だけで発展に及びません。レンジャーワンシックス、巨大生物と戦う訓練を積んできたはずだ。踏みとどまれ。こちらレンジャーツ、巨大生物と交戦中、ブレイクダイバーの出動を要請します。こちらレジャーワンシックス、やつらは人間を軽々と持ち上げて。ウィングダイバーはまだなのか。どれほどやつらが進化しているんだ。飛ぶことができない以上、空中からの攻撃で殲滅できる。やったぜ。ウィングダイバーさえ到着すれば勝負は決する。現地の部隊に次ぐ巨大生物の生き残りが確認された。発見次第倒せ。敵はわずかな生き残りに過ぎない。ひるむなよ。俺がやったぞ。ウィングダイバーの援護を要請します。食いないぜ。こちら本部、ウィングダイバーは現地へ向かっている。それまで巨大生物を食い止めろ。敵を全滅させてみせます。次は激しい。ウィングダイバーは巨大生物の天敵。到着すれば巨大生物のおしまいだ。手に合わなきゃいけない。巨大生物は止めない。一網打尽だ。待ってみてます。やめろ。
だ。これほどの数が生き残っているとは、巨大生物の生命力は我々の想像を超えている。地下で進化を続けていたとすると手に負えない事態になりかねない。調査が必要だ。ウィングダイバーはなぜ来ない。ウィングダイバーの力が必要です。ウィングダイバーチームは現在そっちへ向かっている。これ以上早く待ってるな。見ろだ、助けてくれ。何で隠しのね。やめろ。こちらウィングダイバー、現地に到着しました。ウィングダイバー、巨大生物を殲滅しろ。了解。やめろ。ハンティングの時間だ。獲物はどこにいる。助けてくれ。助けてくれ。一方的な戦いになるぞ。極限まで軽量化した我々は防御に劣る。アーマースーツを着用せず戦場にいるんだ。敵の攻撃には注意しろ。急にジェイクで敵を追え。ウィングダイバーが戦闘中だ。エンジャーチーム、ストームチーム、今がチャンスだ。全ての巨大生物を殲滅するぞ。怪我人だ。
ガジンが見当たらない。気をしっかり持て。穴はずんで。一つやった。次はドイツだ。ウィングダイバーが次々と巨大生物を撃破している。この戦い勝てるぞ。ウィングダイバーが撃ち下ろした敵がいる。残り物はお前たちが倒せ。ストームチーム、付近の巨大生物をすべて倒せ。他のエリアはウィングダイバーが片付ける。ウィングダイバー4からの連絡が途絶え。何かが起こったようだ。ストームチーム、現地に向かえ。どうなってんだ。巨大生物は止めない。ウィングダイバーが負けるはずがない。こちらウィングダイバー、何が起こった。状況を報告しろ。こちらウィングダイバー、敵に捕まった。やつら我々を捕らえる罠を。動きが取れません。助けて助けて。キュー急いで。撃墜了解。ストームチーム、ウィングダイバーを救出しろ。家に帰りたかったら勝て。どうだ。足が動かない。出力を最大にして脱出しろ。あらゆる容赦に許可を。バナだ、退却しろ。このままでは全滅そうだ。しまった。こちらのウィングライバー、動けない。助けて。いいよな。いつでも出ます。あいつは俺が仕留める。こんなバカな。ウィングダイバーが、こんなこと予測できるはずがない。俺が仕留める。引き寄せる気だ。来ないで、来ないで。出し込むの救援を寄せします。ここは敵の悪。ヤツらは人類の手の内を読んでいたというのか。巨大生物の待ち伏せです。罠で我々を。私はついてる。ウィングダイバー、どうした。クソ、巨大生物の進化は人類の英知を超えているというのか。科学より速い進化などありえるはずがない。しかし、大丈夫だ。体重が減られた。世界に届けます。しっかり入れ。
が取れない。引きずられています。誰か手を貸してくれ。助けて。作戦指令本部よりストームチーム、孤立しているチームがいる。救援に向かえ。新種まで生まれているとなると奴らの進化速度は想像を絶している。このままでは地球は巨大生物の星になる。一刻も早く巣を破壊しなければならない。こちら大原、兵士諸君、新たに現れた巨大生物をレタリウスと命名したい。レタリウスはネットで獲物を絡めた。十分に注意してほしい。こちらレンジャーセブン、3名やられました。いえ、3名はまだ生きています。網に囚われて。逃げろ逃げろ。8名やられました。逃げられたのは私だけです。なんて化け物なんだ。一刻を争う。ステルスを破壊し奴らの進化を止めなければならない。レタリウスが生まれたということはいずれさらなる新種、ウィングダイバー以上の飛行型巨大生物が誕生する危険すらある。地球を巨大生物の星にしてはならない。絶対に。